こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。本日のご質問です。歯に矯正器具をつけると目立ってしまいませんか？できれば目立たない装置で矯正したいのですが、というご質問をいただきました。矯正装置は、全ての歯をコントロールして噛み合わせを、作るということが目標になってきますので、一般的にはマルチブラケット装置、一個一個の歯に、器具ブラケットというものをつけて、それで歯を並べていくというのが通常になってきます。このブラケット装置も昔から比べればセラミックでできていたり、目立たないようにするようなことがよく行われるようになってきました。セラミックですと昔の金属のものに比べればやはり透明ですので目立ちにくいというところがあります。またワイヤーも、人によっては金のコーティングがされていたりとか、そういった形で目立たなくなっているというようなことを、やっています。またさらに目立たないという形であれば、インビザラインみたいな、簡単に言うとマウスピース矯正ですね、こういったものを使わせていただければ、ほとんど目立たないで、治療することが可能です。ただ症例によりインビザラインはできない場合っていうのもありますし、歯を抜いたような矯正っていうのは実はインビザラインとは苦手です。ですので、矯正されるよう、あるいは、ニーズ、そういったものによって装置っていうのは分けて使っていますので、矯正科医のいるところに相談されるのが一番いいかなというふうに思います。本日は以上です。